逆転検事2、宇宙からの逆転第5話。みんな無事か？なんとかね。とりあえずみんな生きてるみたいです。なんだったんだあの日は。あれは俺が仕掛けた花火の。花火？あ、これは花火。真冬の花火もなかなかいいっすね。でもなんで屋台から花火が？やめろ、それやめてくれ。それは違うんだ。やはり何を慌てている？あれ、今度はなんか文字になりましたよ。I love みは。 I love みはると読めるわ。なんなんだこれは。消しゴム？いや、けすこん、結婚しようだ。つがしになってるがな。もうやめて。もしかしてこれプロポーズなの？イベント中にミハルにプロポーズしようと思って準備しておいたんだよ。これを隠したかったっすか。その前に振られちゃったんですもんね。かわいそう。惨めすぎる。迷惑な仕掛けをするんじゃない。そんなこと言われても。精神的ダメージで死にそうなのに死者に鞭打つとはまさにこのことっす。本当だよ。愛も屋台も失ってしまった。一体俺はこれからどうすれば。屋台ならあるではないか。え、どこに？糸のこぎり刑事、湖の周囲にクレーン車の痕跡が残っているはずだ。それを探してもらえないか。なんだよクレーンって。もしかして私が正解ですか？屋台がクレーン車に変形したんですね。そうではない。違うんですか？じゃあどこにあるんだよ。この湖の底にだ。やはり宝石は湖の底だったか。あれが窃盗団の屋台なのね。そうだ、国際警察が迫っていることに気づき慌てて屋台ごと湖に沈めたのだろう。空に飛んでったわけじゃなかったっすね。でも俺確かに見たんだけどな、空に飛んでくの。確かに一旦は上に上がったのだ、湖に沈めるためにな。どういうことっすか？そうか、クレーンか。その通り。そもそも盗品の宝石はこの湖の底に隠してあったのだ。取引のためそれを引き上げる必要があった。そのためにクレーンを用意していたのだろう。それが俺が見たクレーンなのか。あのダイバー用のボンベやウェットスーツもそのためのものだったのね。湖底に沈めた宝石にクレーンのワイヤーを引っ掛けるには人が潜る必要があるからな。じゃあ俺が見た宇宙人は水から上がったばかりのダイバーだろう。ぬるぬる光る黒っぽい肌はウェットスーツ、大きな目は水中マスクだったんですね。そして声はボンベの混合ガスに含まれるヘリウムで高くなっていたのだ。ダイバーを宇宙人と見間違えるなんて迷惑な男ね。だってそう見えたんだよ。明るい満月の光で逆光だったのも原因だろう。それにやはりはすぐに窃盗団の仲間に殴られて気絶したからな。え、俺殴られて気絶したの？後頭部を触ってみろ。頭な、こぼができてる。呆れた兄さんだな。今まで気づかなかったのか。
んか頭が痛いなとは思ってたんだけど。でも三剣さん、どうして殴られたって分かったんですか？やはりの頭の後ろが腫れていることにはみんな気づいていたはずだ。そういえばチップを取ってくれとか騒いでたっすね。そうだ、チップを埋め込まれただなんだと騒いでいたせいで本質が見失われてしまった。宇宙人などいない以上チップを埋め込まれているはずがない。とすればただのコブだということはすぐにわかる。単純な話なのだ。なるほど。それにいくら宇宙人を見たと思ってショックを受けたとしても気絶するのは不自然だ。やはりはそんなに繊細な男ではあるまい。なんでだよ、俺って結構ナイブだぞ。確かに随分繊細なプロポーズの仕方だったわね。もうそのことはもう忘れてくれよ。気絶したことを頭の腫れと合わせて考えれば気を失うような衝撃が頭に加わっただろうことは簡単に推理できる。それに気を失う寸前やはりは UFO の大船団を見たと言っていただろう。あ、そうだ、確かに見たぞ。だからダイバーを宇宙人だと思ったりしたんだよ。それは逆だ。宇宙人を見たと思ったから視界の瞬きを宇宙船の点滅だと思い違いをしたのだ。視界の瞬き？なんだいそれは。殴られた時に出るいわゆる星のことだ。私も貴様に倒されて石に頭をぶつけた時には見たからな。いや、もうそのことは言わないでくれよ。悪かったって。呆れた。そんなものを UFO と見間違えたというの？やはりさんらしいですね。そうかな。褒めてはいないぞ。なあ、あの屋台俺にくれないかな。そしたら俺イベント中に屋台出せるのに。何を言っている。あれはもともとお前の屋台だ。な？俺の？最初に盗まれたという屋台があれだ。殿様饅頭の屋台がそうそうあるわけがないだろう。なんだ、そうだったのか。よかったですね、やはりさん。よし、こうなったら気持ちを切り替えて殿様饅頭を売りまくってやる。そんで新しい恋をするぞ。あまり張り切って空回りするんじゃないぞ。さて、そろそろ帰るか。すっかり暗くなってしまった。貴重な休みが終わっちゃいましたね。まあ、また一つの真実が明らかになったのだ。よしとしよう。それが私の仕事なのだからな。